9月3日、横浜市にある都筑区役所や江北東急ショッピングセンター、東京ガスライフバル横浜北の近隣3施設で防災救急フェアが開催されました。これは関東大震災から100年の節目に防災の意識を高めてもらおうと企画されたもので、各会場では体験イベントや展示などが行われました。非常に関心が高まっているなということを感じます。我々、ね、消防としてもですね、日頃の備えを大切にしていただければなというふうに感じております。本日会場でですね、体験できることが様々あります。ぜひいろんな体験をしてですね、必要な備えをしていただければと思います。東京ガスライフバル横浜北では、自衛隊車両の展示や制服着用体験のブースが設けられたほか、災害時の在宅避難について考える展示が行われました。また都筑区役所では、起震車による地震体験や消防車両の展示、 AED 講習などが実施され、多くの来場者が参加していました。いろんなご質問をいただいたり、あるいはご意見をいただいたりということで、幅広い方々とコミュニケーションが取れている、防災のお話ができているというふうに感じています。重要な課題でございますので、こういったイベントをですね、引き続き継続的に実施できればというふうに考えています。